どうするんですか、この水バケツの使い道はよくわかんないんですけど。私もわからないわ。ちょっと置いときますよ、もうとりあえずガンガン入れちゃいますよ。はいはい、私整理整頓しますからね、見やすいように。え、でもブロック2個を掘ってった方が良くないですか？そうね、だから、うん、移動ができればいいからね。移動？はいはい。同じやつは重ねてくれない？わかんないですよ、ワンクリックで重ねられないんですか？クリックしたら持つでしょ。はい、それを同じブロックの上にポンって置くの。え、それめんどくさいです。この中から探すのもちょっとめんどくさいんで。あ、じゃあそれ私がします。お願いします。あ、黒曜石入ってた。いつも使わんのにね。あっちにもハーフブロックあるじゃないですか。ハーフブロックがあるの？いた。ハーフブロックなんて言ってないですよ。何ですか？言ったでしょ。あっちにワンブロックがありますよ。でもなんか持っとったらレシピが何か出るかもしれんし、これ全部持っとって一回かまどと作業台見てみよう。やっぱりこの状態じゃ家作りませんじゃん。俺らの家をとりあえず拠点家でいいじゃないですか。砂糖が作れますよ。砂糖作りましょう。やっぱ糖分大事なんで。低血糖になっちゃうから。いやだよ、砂糖キビ何にも使えないわけ。ねえ、かぼちゃ出てこないですね。かぼちゃ出てこないですね、確かに。うわーすごい、これ同じかと思ったら違うやつっていうパターンがあるんですけど、ちょっと色が違うみたいな。めちゃくちゃうざ。ハーフブロックを99個作りますわ、とりあえず。よし、ヤギどこにいます？わからない。鳴き声は聞こえますけど。これ意味なくないですか、しのぶさん。ここにいますよ、しのぶさん。違うよ、足りないの。今私が壁作るわ。あっち行きたいな、俺。ちょっとあっち、俺あっち行きますよ。なんか出るかもしれないから。そうね、大丈夫。要塞みたいになってきて、どんどんこっち呼び捨てにしました今。うわ、何燃えてる。ちょっと待って、ゾンビ来てる。燃えてません？なんでゾンビが湧いてるの？早く帰ってらっしゃい。なんで、なんでゾンビ湧いてるの？え、なんかブロック攻撃したら、あ、死んだ。これだから違うやつが湧くんじゃないですか、それぞれ。え、あ、ここモブが。昼間だから勝手に燃えて死んでくれますけど、夜これに手出したら私たちやられますよ。でもいっぱいいっぱい、しのぶさん見て、石が。あ、よし。今あれだ、湧くやつを。武器持ちました、武器。え、持ってないです。あるんですか、この一本橋。一本道怖いんだけど。もう一段作ってくんな、横に。炭治郎くんのために装備作りますね。お願いします。なんで装備なくなっちゃったんですか、何やってんすか。ちょっと、さかな。木の棒が必要なんだ、これ。あ、めんどくさいな、これは。あ、木の棒が必要なんだ、めんどくさいな。木の棒作るわよ、うるさいよね。やばい、夜になっちゃいましたよ、これ。夜になっちゃうとベッド作ればいいのよ、もう。あ、寝れるんですか。朝になります。はい、入れました、棒。棒入れました。棒入れました。一本道にすればゾンビ撃退できるんじゃないですか、逆に。そうなんですよ。逃げてね、そういうことす、ね。誰？そういうことですよね、間違って。はしご作っちゃったな、なんだこれ。はしごいいんじゃない。はしごじゃなくない、それ。これ何ですか？はしごじゃない、柵でしょそれ。この柵はどうやって、もう一個置かないといけないんです。そう、横に。うん、
そこにやったら全部下に落ちるのよ武士。もう一段ここ隣にやらないといけないっていうことか。柵いる？いりますよ。だから、だ、お、落っこちるの怖くないですか、だって。結構ハーフブロック使うのね。いや木材作ればだって半分じゃないですか。木材ハーフブロック入れますね。何個入れました、どこに入れました。入ってないです。入ってますよハーフブロック。踏みなさい。これか、よし。足んないですね。全然全然足んないか。色違ってもいいかしら。いや全然いいですよ、俺そんなの何も気にしないですけど。あ、一段下がっちゃった。いいか。楽しいな。あ、いい感じです。栄光の架け橋ができかけてます。乾いた笑いやめろよ。ここ扉にしません、しのぶさん。扉にしましょうか。扉作りますね。じゃあこれ土でいいっすか。もういたちょっとこう削って。私あと5時間ぐらいやってられるよ。これ昨日からやるって決めてたじゃないですか。うん、楽しみにしてた。夢に見て、一回もう夢の中でやってるんですよ、この地獄の作業を。これサトウキビ畑だな、もうこのチェストは。あ、なんか鳥が飛んでっちゃいました。鳥、鳥は飛ぶよ。いらっしゃい、こっちよ、こっち。しのぶさん、こっちよ。しのぶさん、こっち。何、扉の向こうめっちゃ湧いてます。上からこれ攻撃できないですか。あ、かわいい鳥。2人倒しましたよ。ナイス。炭治郎くんやりますね。ナルコは育つ。ネルコはね。うん。あ、やべ、鳥攻撃しちゃった。いいよ。ハーフブロックめっちゃ手に入った。これであっちまでの道がだいぶざわわですね。あ、なんか熱いの持ってます。死ぬかと思いました。看板を作りたいので。しのさん、ん、看板を作りたいのでって聞こえたんですけど、気のせいですか。気のせいです。いらないですよそんなの。そうよ、やばいわね。ね、なんかでエンチャントの瓶、何これ。あ、それ必要必要、持ってきて持ってきて。これ何に使うんですか、エンチャントの瓶は。なんかね、付与できます。なんか何、エンチャント。ここ岩しか出ない、最高。石しか出ないね、ここもうちょっと大量に。うわー危ない、落ちる、逃げよう。大丈夫、もうあの人飛ぶだけだから。岩ここにします。岩系、はい。じゃあ木材ここにしますか。はい。絶対聞いてないやろ。いらないですからね。あぶん、看板いらないですからね、看板。この腐った肉の使い道ない。てんこん、ちっこ。あっちも行きたいんですけど、あっち。しのぶさん、ね、あっちも行ったらいいやない。川手に入らんか。なんか何にも出す、何にも出せないのこの子たち。え、嘘でしょ。エンチャントの使い方がわからない。前から詳しくないみんな調べながらやらないと、これもう初心者ですからね、俺らは。柵ください、柵。エンチャントの付け方、エンチャントテーブルがいるのね。無理。大きいとこ行くつもり？あそこはまだちょっと行けないです。じゃあなんでここなくなってるの？私がしてないだけ？石と木どっちが必要です？うん、どっちも。お任せください。あ、ワウニュー。どうしました？金のリンゴ。いいですね。何使うんだろう。わかんないのにいいですねっていうのやめてもらっていいです。石のチェストはどれです。石ここにしていいですか、右端。さっき全く同じ会話し、なくなってるんですもん石。チェスト移動させたんで一回中身出した。何やってるんですか。もっと快適にいっぱい収納できるように改変するでしょ。土13個あります。もっちょだ、一回チェスト全部入れなさいね。シェルカーボックスあるじゃん。なんすか、シェルカーボックスって。シェルカーボックスはシェルカーボックスじゃん。これチェストまだもうちょっと組み立てといた方がいいんじゃないですか。これダメですか。あ、もう最高よ、いい子ね。何、収納下手くそかよ。これどうするんですか、この右端の。取れないじゃないですか普通だったら。
普通だったらね。チはどこ入れときます？どこでもいいですよ。ね、分かりにくくなるからね。いるでしょ、額縁。あ、そういうことですね。アイテムのね、ペタンコって貼れるのよ。皮がいるのよ。皮が、皮はね、動物からしか取れないでしょ。動物が湧かないのよ。石がいっぱい、石、土、石、土、土、土。ウサギの皮がいるんだ。牛を倒しても入手できる。動物を増やさなきゃいけないですね。じゃ繁殖させないといけないんですね。繁殖させなきゃいけない。じゃあちょっとこれ右に広げていきましょう。石のハーフブロックがいっぱいあるんで、とりあえず石の上でちゃんと育ちます？植物じゃないかなと思って。大丈夫ですか？こんな冷たいところじゃ子供は育てられないよみたいになりませんか？大丈夫ですか？多分大丈夫じゃないでしょうか。大丈夫ですかね。聞いたことないですね。人で足りなすぎるだろう。これなんで二人でやろうと思った？我慢しろよ、それぐらい。今の時ぐらい。ちょっとぐらい。たまにハーフブロックの下にハーフブロックくっつけちゃって、ただのブロックになっちゃうんですけど、ね。それは気をつけて。炭治郎くん？はい？はい。後ろ。近っ。どれぐらい広くします？ぬくもりのある、大丈夫ですか？子供を育てられないよってなりません？そうね。こんなに広くなくてよくないですか？十分な気するんですけど。いえ、足りないですね。え、そんなに繁殖するのに必要ですか？はい、いりますね。お腹すきません？現実世界の話ですか？はい、ペコリンチョ。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。